You're listening to Shibuya Cross FM.夢宿のドットな〇〇サポーテッドバイテキジャー、イエーイ、イエーイ、始まりました。皆さんこんばんは、夢ミラードレセンスの山下さやです。なるみジュリアです。白川蘭樹です。はい、今日なんですけども、はい、いつもは4人でね、ハノンちゃんも4人でいつもラジオやらせてもらってるんですけど、はい、今日はちょっとハノンちゃんが体調不良のため、はい、お休みとなるため、まあ、今日もですね、前回、ね、ジュリアちゃんがねちょっとお休み、大丈夫、うん、ありがとうございました、本当にお休みしてしまったため、はい、まあ、2週連続、じゃあごめん、2ヶ月連続、はい、3人なんですけど、はい、まあ、来月はね、また4人で元気に出られるように頑張りますので、はい、まあ、今日は3人でよろしくお願いします。お願いします。はい、この番組は夢宿メンバー4人がアイドルとして一皮も二皮も向けるべく、向けるべくさまざまな企画に挑戦していくラジオになっております。本日が4回目になりましたけども、はい、ありがとうございます。4回、ありがとうございます。そうだね、前回ついにキャッチコピーが決まりまして、はい、夢見るアドレセンスのキャッチコピーが可愛いの公式夢見るアドレセンスになりました。決まりましたね、可愛いの公式に。先月か決まったの。そうですよね。どういや、もうまだ名乗れないほど恥ずかしくて、ちょっと自分では、まあ、そうですね、でもありがたいなって感じだよね。でもさ、今名乗れないっていうか、自分たちで言うのが恥ずかしいっていう感じじゃん、うんうん、でもさ、今恥ずかしいけどさ、はい、このさ、どんどん時間が経ってくにつれて、うん、多分言えなくなってくると思う。あ、確かに。そうじゃない、今のうちから言ったとほうが。いや、でもちょっと今はまあでもね、ファンの方々と一緒に、ね、はい、リスナーさんと一緒に決めさせていただきまして、はい、ありがとうございます。決まってから初めてのラジオということで、はい、8月はね、いろんなイベントだったり、まあ、うん、はい、ライブだったりね、はい、出させていただきましたけども、うん、なんか印象に残ってることありますか？もう8月は毎日のように、ね、そうだね、外に出てた気がしたから。楽しかったね。でも初めて野外ライブをしたりしたじゃん、うんうん、そうだね、やったね、ね、夏らしくね。そうなんですよ、ね、新体制になってから初めて野外ライブをやらせていただいたんですけど、うん、はい、もう2人が初めてだったんですよ、ね、はい、初めてです。もうなんか終わった後のテンションがすごかった。でも夢だった、うん、あ、そうなの、夢でした、楽しかったよね、うん、だって野外であんなみんなで汗かいて盛り上がれるなんてないからさ、うん、ね、楽しかったね。暑かったね、でもすごく、うん、でもなんか今年はさ、うん、なんかやっぱりその普通にこう通常通りライブができない状況でのこれだけ今紙にすごくバーッと書いていただいてるんですけど、この普通にできない中でのこれだけなんかこう、そうサポートをなんか配慮してくださった中でのライブたくさんできたことが本当にね、ありがたいですよ ね、ありがたいですね。8周年ライブがあったりとか、うん、ね、アルバムリリースとかあったりとか、そう、リリースイベントが今始まってる、はい、途中なので、はい、まあ、ぜひ皆さん、はい、遊びに来てください、はい、ちょっと口風になってしまいましたちょっと一つ私事なんですけど、うん、初めてのドラマ出演をさせていただきました。そう、ね、ありがとうございます JK 役だよね。そう、制服着てたもんね。すごいね、うん、やばい、夢宿の最年長が JK、ね、まあ、最年長でもね全然若いんだけどね。確かに全然若いけど、楽しかったです。そうだよね、ありがとうございます。8月はやっぱ夢宿な1ヶ月でしたね。本当ですね、まあ、7月もですけど、うん、そんな感じでした。そんな感じでした。はい、ということで、番組の感想やメンバーへの質問、コーナーへのお便りは、はい、ハッシュタグドットマルまでお願いします。ハッシュタグひらがなでドットマルです。毎回一番番組を盛り上げるつぶやきをしてくれた方には、私たち4人のサイン付きチェキをプレゼントしたいと思います。はい、どしどしつぶやいていただけたらなと思います。思います。気になったツイートとかだったりとかは、まあ、ちょいちょい読んでいけたらなとは思ってるし、うん、あと番組終わってからもメンバー全員見てますので。そうなんですよね、楽屋ですぐね見てます。なんかキャッチコピーをもっとアピールして認知されてほしいって言ってました、うん、ああ、じゃああれだね、自分たちでもっと発信していったらどうだいってことですね。ちょっとまあでも、さや的にこのキャッチコピー気に入ってますし、うんうんうん、なんだろう、自分で言うのが恥ずかしいってだけですごく気に入ってるので、うん、まあなんかいつかの機会に、まあ、皆さん見てくれてる前で可愛いの公式って言えるようにちょっと、そうですね、そうですね、頑張ります。それ頑張りますわ、自分磨き頑張ります。そうですね、可愛い公式が似合うからね。そうだ、胸張って言えるように自分らが頑張れば。確かに、そしたら恥ずかしくないですもんね。そうだよね、
頑張ってますよ。照れちゃうけど ね頑張りましょう。ということで、はい、本日から、はい、なんと新コーナーが始まると、はい、まあ、SNS でもすごくたくさんツイートしてましたけども、はい、ついに新コーナーが、あ、すいません、早速コーナーに行きたいと思います。ということで、今月の新コーナーは、はい、夢アドのスーパージェットスーパー選手権。おー、これはアルバムの名ですね。アルバムの名前ですね。取り入れたって曲ですね。じゃあ企画説明をしたいと思います。お願いします。はい、このコーナーは9月30日に発売される新体制になってからの初のアルバム、スーパージェットスーパーにちなんだコーナーです。はい、はい、スーパージェットスーパー、つまりスピード。あ、そういう意味なんだ。おー、そういう意味なんだ。スーパージェットスーパースピードか。ほうほう、あ、そういうことなんだ。そうだね、ジェットだから飛行機のようにみたいな感じ。ちょっと、あ、そういうことか。多分そういう感じかな。ありがとうございます。本当に考えてくれた方。なるほど、はい、ありがとうございます。つまりスピードということで、はい、夢アドの中で一番スピーディーじゃないメンバーは誰なのか。スピーディーじゃないメンバー、じゃないメンバー。でもさ、なんかこの前のサラジオでさ、うん、なんか言ってたよね。なんて、あ、そう、なんか、はい、なかった、お片付けをするのでさ、ちょっとジュリアが早いとか。違う、まあ、今回は一番スピーディーじゃないメンバーは誰なのか、1対1でスピードを競う競技に挑戦してもらい、うん、スーパージェットスーパーじゃないメンバーを決めたいと思います。最下位にはちょっとした罰もあるので。嘘、マジか。ちょっとこれみんなで頑張らないといけないです ね。そうですよね、新コーナーみんな、うん、楽しみにしてるね。夢アドの中で一番スピーディーじゃないだから、これはもうメンバー同士の戦いってことですよ、うん、一人一人がライバルってことですか。今日はバチバチですよ。いやー、ちょっとガチガチですよ、これは。みんな誰が勝つかとか、誰が負けるか予想してください、これみんな。確かにね。でもどんどん言ってくださいよ。負けず嫌いなんですよ、ちなみにさやは。もう一人ずつ意気込み言ってこい。ずっと言ってもんね。さやはもう負けず嫌いなんで、はい、勝負事はもうメンバーとか関係なく負けたくないから頑張りたいと思います。あ、決まった。じゃあ次、ランドちゃん。私はなんかそういう戦闘力とかあんまりないんですけど。戦闘力待って、そんななんか怖い。怖い。やんないよ、こんなね。そう、それはやらない。なんかそう、そういうのないんですけど、うん、ちょっとなんか二人には負けたくないから、やっぱ JK なのでそうやってね、うん、打つの早いのでやっぱりね、負けたくない。 それもあるのかな。じゃあ、ほうほうほう、じゃあ分かりました。私ですね、私ですね、次は、はいはい、いや、もう私は勝つ要素しかございませんので。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、なんか打つとか言ってたんですけど。打つとか、なんですか。ランジちゃんね、まだ1回戦ね、はい、紹介してなかったんですけど、もうランジちゃんが言ってしまったので、はい、今言ってしまった、はい、間違えちゃった、間違えちゃった、間違えちゃった。でも、第1回戦目はフリック入力対決になっています。はい、それではまず1回戦は、うん、ジュリアちゃん VS、はい、ランジちゃん。かわいい。ですね、スピードを競う競技はフリック入力対決、はい、指定されたものを早くフリック入力し、はい、私たちのグループラインに間違えず先に入力できた人の勝利となります。ということで、はい、皆さんのお手元にあの携帯があると思うんですけども、はい、まあ、それなるべくね、こう隠してくれる、ね、そうね、そうね、どっから見られてるか分からないからね、はい、やっていただきたいなと思ってるんですけど、はい、これあれですね、じゃあさやがお題を言って、それを2人で打って、はい、このグループラインをさやが見て、はい、間違いがないかどうかさやがチェックしていったらいいってことですね。そういうことだ、はい、あ、もうちょっと待って、本当に緊張する。これは意気込みありますか、ジュリアちゃんは。でも私結構、はい、打つの多分早いので、うんうん、JK とか関係なしに勝てるなって思ってます。ランジちゃんは。ランジはですね、フリック入力ができなくてトントン打ちなんですよ。あ、でもまあトントン、フリック入力対決だけど、まあ入力してれば OK ですよね。入力してれば OK ですよね。タップも OK です。ちょっとじゃあトントンで頑張ろう。本当に緊張すれば。じゃあということで、はい、そんな緊張するそんな感じじゃないから大丈夫。やばい。ということで、じゃあ、スマホのグループラインを準備していただいて大丈夫ですか。はい、大丈夫です。手の温度完了です。さやが用意スタートって言ったらスタートだから、うん、じゃあいきますよ、はい、フリック入力してもらう文字は、はいはい、夢アドのドットな丸々サポーテッドバイチェキチャです。よーい、スタート。ちなみにあの台本に書いてありますけど、あのカッコとかは特にないし、でもあの半角とかそういうのはちゃんと厳しく見ていきたいなと思ってるので。間違えたよ。2人とも頑張ってください。丸、あ、これあれだね、やばい。ちょっと待って、ちょっと待って、さやがこうやってチェックするんだ。厳しいからね、割とさやのチェック気をつけて。ちょっと
あ、来ました。これはジュリアちゃんですね、はい、どうですか。君は喉ったの〇〇サポーテッドバイ。え、嘘でしょ。やだやだやだ、受けた。嘘でしょ。正解です。早くない。まだ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 、無理無理、めっちゃ震えたけど。早い早いです。やっとイエーイ。みんなね、もうこの携帯壊れてるもう。あのね、物のせいにしたらダメなんだよ。物のせいにしちゃいけないんだよ。でももうこの時点でもうジュリアちゃんが壊れているので。あ、やだ。あ、もじってるジュリアちゃんじゃない、ラルちゃん。あ、焦った焦った。なんか BW チェックちゃう。倍だよ倍。もう毛をさすか。バウーってなってるよ。まあでもこれの勝敗はもうついて、これはでもこれはしゃあないもん。あれだってフリック入力でトントンうちは負け組じゃない。だって負け組ぜ絶対さ、トントンうちの人いるよね、見てる人。いいんだよ。いやでも勝ちましたから。人それぞれですからね。それぞれですから。まあまあ、でもこれはさ、あれじゃない、打ち方は関係なくない、多分。そうですよ、速さなんだよね。うん、そう、そういうこと。やめ、ジュリアちゃんの勝利ということで。ありがとうございます、本当に。まあ、本当は4人でねあのやったら、まあいい感じにこうなるんですけど、はい、まあ、今日は3人なので、はい、まあ、まずジュリアちゃん、ランジュちゃんが戦って、はい、勝者が、ジュリアちゃんで、ランジュちゃん負けてしまったの で、はい、で次がですね、そのなんだ、私は次がどうなるんだ、2回戦は弱い人を探すから、ランランが決勝に進出だから、次はランランとさやちゃんが対決ですね。あれ、そういうことか。ということじゃないですか。違うんじゃない。違うわ。え、違うの。ジュリアとさやちゃんだね。そうだね、負けた人が残るから、勝った人とさやがやるんだ。そうそうそう、で負けを、そういうことか。あ、待って、あ、私がもう一回やるのか。そうそうそう、待って待って。ということで、じゃあランジュちゃんが、じゃあ新 MC になりますね。はい。え、今もう終わったと思ったのに緊張。ちょっと待って、ちょっと待って、さやもない。そんなこと言わないで、さやも緊張してきたじゃん。待って、みんな、みんな、みんなスーパージュリアスーパー。ということで、じゃあ MC お任せしてもいいですか。はい、お願いします。では続いては、はい、さやちゃん VS ジュリアちゃんです。引き続き、手フリックでしたっけ、うん、手フリック入力早打ち対決です。はい、自信のほどはいかがですか。自信のほどは、自信のほどは、ね、負ける気しかしてないです、さやは。勝つ気しかしないです、私は。別に負けてもなんもないもんね、はい、別に勝ったら、勝ったら。あれ、そうですよ。あ、大丈夫です。これさ、なんでさ、題名言ったっけ、次打つ。まだ言ってない、テーマ言って。じゃあテーマを言います。はい、はい、かわいいの公式点夢見るアドレセンス点ん点。まだ打っちゃダメだよ、用意したと。え、じゃあ見たらわかる、紙。すいませんね、本当に。ごめんなさい、ごめんなさい、説明言っちゃった。かわいいの公式点夢見るアドレセンス、はい、スタート。本当にもう打ててるか。ちょっとさやちゃん遅い気がするんだけど、どうだろう。で、負けず嫌いなんだよな。あ、待って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 、すいません、すいません。打てましたか。あ、来てるんじゃない。あ、ジュリアちゃんから来てますよ。あれあれ、打ち直してる。え、カッコなくない。しかも2個打ってる。え、2個打ってるよ、ジュリア。え、しかもカッコなくない。カッコ、待って、早い。早い、来た来た。さやちゃん負けてた。来た来た。あれ、え、でもこれってどうなるんですか。ちょっと、ちょっと待って待って。でもね、見る見る、ごじってますから。ほんとじゃん、もうやだ。ねえ、待って、グループ名間違えちゃダメですよ。感じしてました。違う、グループ名間違えるから。ねえ、ちょっと待ってね、ほんとにやだ。で、多分皆さんにはあの画面は伝わってないと思うんですけど、あの説明させていただきますと、まず最初にジュリアちゃんから可愛いの公式夢見るアドレセンスっていうのが来ました。はい、その後になんかもう一つ同じのが来てて、そうそうそう、その後になんか3回打ち直してるんですよ、ポンポンポンって。すごい早いんですけど、え、はいはいはい、意義あり意義あり。何なんですか。なんか最初に2通来てるじゃないですか。はい、さやがカッコないよって言ったじゃん。はい、カッコつけるだけでいいじゃん。だって可愛いの公式でも可愛いって言ったらもうそれが出てくるわけじゃん、変化に。あ、って考えてすごくない。全部ちゃんと打ちました。だって証拠ないもん。ん、証拠ないよ。だってここカメラ抜かれてないもん。証拠ないもんね。じゃあ年下に攻められてる年下どうですか、これは。いいよ、もう負けちゃいそう、負けちゃいそう、もうこれ。大丈夫。これはね、でもさやが見るをあの漢字にしてしまって、でもこれ違うんだよ。変換で出てきちゃったの。間違えたじゃなくて普通にそうなってしまったので、まあ、これはジュリアちゃんの勝利です。ジュリアちゃんの勝利だ。イエーイ。
ありがとう、なんかジュリアちゃんスーパージェットスーパーすぎって、ありがとうございます。なんかでもあの4人でいると、あの年上組、年下組に分かれるんですけど、うんうん、やっぱ打ち方とかはやっぱ年は年下関係ないなって思いました。あのもう早く返信しなきゃっていう精神がすごいんだ。やっぱ早は返信するとき考えちゃうから、やっぱその分ちょっと遅くね。何時もね、見るの早いからすごく考えながら、でも早く返さなきゃなって思ってますよ。ってことでこのゲームは私が勝ちということで、いい勝負、意外に盛り上がりましたね。いい勝負だった。もう気になったけどね、ラジオで伝わったか分かりませんが、まあでもすごく盛り上がっていい調子です、うん、はい、いい調子です。はい、ということでじゃあランジュちゃんとさやが負けてしまいましたね。はい、ってことはその2人が対決ということですか。そうなんですよ、もう一つ対決がありまして、はい、負け負けでこれをやるんですかね。そうですね、負け負け同士の対決がございます。ということで、ということで、スーパージェットスーパー選手権決勝は、さや VS ランジュちゃんになりました。イエーイ、頑張れ頑張れ。スピードを競う競技は早抜き対決。ちょっと待って、これはめっちゃ難しいと思う。これはさ、ちょっともう演技派なジュリアがやるやつだよね、だって。確かに。これは楽しみだな。負けられんな、これは。じゃあもう2人にちょっと意気込みを聞いていきたいと思います。泣く自信っていうのはありますか、お二人とも。でもなんか、結構2人泣いてることが多いから。そうなの、そうなの。さやちゃん泣き虫ですよね。さやね、あの二人に泣いてるとこあんま見られたことない。見たことありますよね。あんまりないかも。でも普段はめちゃめちゃ泣き虫だけど、うん、やっぱ先輩になったから泣く回数も減りました。確かにね、ライブで泣いてる人がいたら肩トントンってできる先輩になりました。ね、ちょっと待って、もらい泣きしてきたって言ってるじゃないですか。あ、でもね、ステージの上では確かに。まあ確かに確かに。じゃあちょっとあの最終的な意気込みをランジュからお願いします。でもちょっと演技できる私も見てください。そういう柱川ランジュということで、じゃあ次さやちゃんお願いします。やっぱり対決は先輩として負けられないし、うん、これってちなみに制限時間とかはないけど、うん、まあなんか時間経ちすぎたらちょっと終わりって言ってもらいたい。もう2人とも泣けなかったら、まあ、1分ぐらいかな、うん、2人とも泣けなかったらジュリアちゃんがもう強制終了していただきたいと思います。ちょっとその間はなんか喋ってていただいて。わかります、もう泣く準備してる、はい、って言ってますよ。マイラはあの耳塞いだくん、ちょっとなんか目の前にいるから笑っちゃうよ。もう頑張ってください。いきますよ、はい、よーいスタート。いやちょっとみんなこれなんか泣く、どんどん赤目になってくる感じも見たいですけどね。もう完全自分の世界に入ってるので。ジュリアちゃんとさやちゃん泣き虫、確かにさやちゃんも泣き虫かもしれない。あ、ちょっと1名自分の世界に入れない方が、あ、なんか結構喋あ、みんな笑っちゃってる笑っちゃってるよ。みんな頑張って頑張って。笑うコーナーじゃないから、これ瞑想するコーナーじゃないから。これちゃんと泣くんだよ、泣いてね。あんま時間ないからね。笑ってんのかな、これ。ダメだよ、笑っちゃダメだから。すごい、あー、もう、はい、もう終了でーす。終了でーす、終わりました。でも、もうちょっとだったよ、さや。本当ですか、本当に泣きそうだった。もうちょっと、なんじゃ、もう口がもう笑うモードに入っちゃってるからさ。だってもうすごい幸せそうな顔してるからね。もう、わかりました。じゃあ勝敗は今のちょっと私が2人の目を見て決めたいと思います。普通に振っちゃった、今。あ、でも10秒だけ上げるんで、ちょっと今集中してください。せー、用意スタート。あ、いいですか、そろそろ目乾かしてんのかな、これ、うん、じゃあ行きます。じゃあ分かりました、はい、終了、私が決めます。こっち見てください、こっち見て。めっちゃキュンキュンの顔で見てくるやんけ。はぁ、はい、はい、決めました、はい、終わり。え、マジで出そう、さや、もういきます。じゃあ私の勝敗、もうこれは本当に思ったことで勝敗しますね、はいはい、うん、はい、勝ちはさやちゃんです。イエイ、ちょっと待って、これは理由がある、理由があるのね。ちょっと聞いて。え、でももう本当に出そうだった。ちょっと聞いて、理由があるんです、うん、これは理由があって、ランジュはもう綺麗な白目なのね、今ね、綺麗な、ブルブルしてるけど、でもさやちゃんはちょっと充血をしてたんですよ。おだから
ちょっとこれは泣く前の目かなっていうのが私の判断です。本当にあと10秒くらいあったら多分出てた涙、うん、何考えてるんですか。何も考えてない何も考えてない何も考えてない何も考えなかったんだ。何も考えない方がいけるのか。でもなんかさやってね結構そのなんか真面目にやらないみたいなことを結構ファンの人に言われたりするね。辛口だな。さやは意外とやるときはやるからってところはちょっと見せれたかな、うん、いやさすがですね。でも目合っちゃったからもう見せても泣けないと、でこうやってそうなんですよ、まあ、楽しかった。そうです、楽しかった、楽しかった。でということでさやちゃんは泣けたということで、はい、スーパージェットスーパー選手権の最下位は、はい、白川ランジュです。イエイ。おお、あそっか、ランジュか。おめでとうございます。そうだよ、最下位。最下位なんだ、ね、罰ゲームって言ってましたけど、はいはい、あ、罰ゲームこれなんだということでですね、最下位の白川ランジュちゃんには罰ゲームは、今話題のアプリフェイスアップで、おじさん姿になった写真を SNS に公開していただきます。おじさん、なんか可愛い。どんな顔なんだろう、おじさんになったのって。でもさ、あれだよね、結構楽屋とかで、うん、そのアプリとか の、 その変身するやつとかで、はいはい、結構みんな遊んだりするんですよね。するする。その中で、まあ、そういうやつの、まあ、ちょっとおじさんになったよみたいな感じだから、はい、まあ、でも可愛いと思う。確かに。なんでちゃおじさん可愛いね。じゃあ楽しみにしてくれてくださいということで、楽しみにしててね。はい、ね、ということで、あ、曲を、お、曲ですかね。曲振り、じゃあジュリアちゃん、私でいいですか。お願いします。はい、それでは聴いてください。最新アルバムスーパージェットスーパーからドレミです。どうぞ。ここからはゲストさんが来てくださっています。ゲストさんは転校少女さんから松井さやかさん、小倉ルノンさん、小倉ルノンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは一人ずつ自己紹介お願いします。はい、せーの、転校少女です。ムーンイエロー担当の小倉ルノンです。はい、おはようございます。松井さやか、レッド担当松井さやかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介かわいい、かわいい、盛り上がりそうですね。衣装もすっごいかわいい。本当ですか。もう長袖で夏は結構ね、うんうん、暑いんですけど、夏っぽいけど、そうなんですよ。めちゃめちゃ似合ってる。ありがとうございます。はい、ということで転校少女さんについて少しだけ説明させていただきたいなと思います。2014年11月に転校少女歌劇団として結成され、2018年5月に転校少女に改名されました。2018年セカンドシングルショコラの独白をリリースされて、オリコンデイリーランキング1位、ウィークリーランキング5位を獲得。すごいですね。すごい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 そして2019年4月30日平成最後の日にワンマンライブを、
ザ・ラストギブツ・ラストギブツ・アットマークマイナビブリッツ赤坂を開催しソールドアウト。同年秋 LINE キューブ渋谷でツアーを開催されました。過去最大規模のツアーを開催されました。そうですね、当時は当時行ってました。はい、すごいですね、ソールドアウト。そんなそんなすごいですね。エモーショナルかつ文学的な楽曲をパワフルなステージングで表現する今注目の4人組アイドルグループさんとなっております。すごいですね、読んだだけでなんかもういろんな情報がすごい、もう異常ですね。こんだけ情報あったらなんかもう最初に言ったこと忘れちゃいそうですよね。いやみんな覚えてます。LINE キューブ渋谷さんでのライブはどうでしたか？当時、LINE キューブ渋谷いたよね。いた7人体制だったんですけれども、本当に今まで初めて大きい、今までで一番大きい会場で、そのファンの方もすごい気合が入っていて、映像を使ったライブ、映像とバンドと合わさったライブだったので、結構なんか曲とかも壮大な感じで、普段とは違う楽曲でライブができたし、ね、文学的なライブができました。めっちゃかっこいいですね、映像とバンドなんて。今年の夏はどんな活動をされていたんですか？今年の夏は結構その、はい、またライブ再開できるまでは個人配信をすごくショールームでやってて、なんかあとはファニコンっていうファン、ファン、はい、ってます？やってます個人チャットとかもあるので、結構なんか直接会いはしなかったんですけど、ファンの人と距離が近くなるような夏だったかなって思います。めちゃめちゃいい。いいですね。夢山さんも多分そんな同じ感じですか？そのオンラインみたいな。そうですね、なんかいろいろチェキチャ、それこそチェキチャをやったりとか、ファニコンでやったりとか。そうですよね、なんか夏っぽいことあんまできなかったなって。そうですね、喋ってます、メンバーとも。はい、夢アドの楽屋でもね、そういう話をチラチラと野外ライブくらいかなみたいな。そうだね、まあ来年はもっとなんか楽しめたらいいなと思ってますが、夢アドとの共演だったりとかは、今年かな、あれ、はい、アットジャムの、ジャム祭りかな、はい、春のジャム祭りだったっけ。春のジャム祭りじゃないか、ご一緒、そう、ご一緒したんですけど、多分アットジャムオンラインフェスティバル、オンラインフェスティバル、違う、アットジャムミーツかな。でも何らかのリキッドルーム、リキッドルームでやったやつで多分一緒でした。そうなんですか。もう失礼しました。入る前かな、入る前か、多分さやちゃんはいたと思うんですけど、まだ新体制になる前。初めまして。初めまして。はい、ということで、じゃあそんな転校少女さんをお迎えして行うコーナーは、新コーナー、騙せ夢宿。イエーイ。これもまた新コーナー2つ目ですね。そうですね、はい。このコーナーでは夢宿メンバーの4人が、ゲストの皆さんを騙しにかかります。騙せたら夢宿チームに1ポイント、騙せなかったらゲストチームに1ポイント、3番勝負で先に2ポイント獲得した方の勝利となります。これはちょっと人狼みたい。これはガチで狙っていいやつですか？ガチで狙っていいやつです。多分こっちも結構本気本気でやるので、分かりました。じゃあこちらも本気でバチバチ頑張っていただきます。ということで、じゃあ第1回戦目は、水を飲んでいないのは誰だ。おぉ、ということでこれは私たちが水を飲んでいないのは、あ、そういうことだ。シャッフル、目の前にある紙コップに水が入っていないコップが、見ない方がいいですかね。そうですね、見ないでいただいて、ちょっと説明してもいいですか？はい、お願いします。目の前にコップがそれぞれ3つあるんですけども、水が入っていないコップが1つあります。何も入っていないメンバーを当ててください。そうですね、ちょっと相談させていただきます。はい、ちょっと何も入っていないやつを当てられたら終わりだから、こっちは、そういうことね。じゃあ2人飲む人がいて、1人飲まない人がいる。そうそうそう、はい、うわちょっと、ということで大丈夫です。大丈夫ですか？はい、はい、ということで、じゃあ、そっか、順番に飲んでいくのか、一人一人。あ、そうなんですか。ということで、じゃあジュリアちゃん、ランジュちゃん、サヤの順番でいきたいと思います。ということで、まず1人目、ジュリアちゃん、お願いします。お願いします。喉乾いていただきます。これ緊張する、
ごちそうさまでした。はい、1人目終わりました。ということで、じゃあ2人目ランちゃんお願いします。では行きます。めちゃめちゃ緊張するね。めっちゃ緊張する。美味しかった？めっちゃ美味しいです。美味しかった、うん、よかったまだ冷たかったもん。美味しいよねめっちゃ飲んでる、めっちゃ飲んでる。これ水ついちゃう。あ、そういうことね。はい、終わりました、うん、じゃあ次はさやが飲みたいと思います。はい、全部飲んだ？みんな、ちなみに。まあ半分ぐらいですね。オッケーオッケー。じゃあさやもそれぐらいにします。いただきます。美味しそう。美味しそう。はい、はい。わかんない。さあ、さあ誰でしょう。ましたえ、わかんない。あれ、え、これは本当に飲んでる人が一人。一人。いや、飲んでない人が。え、飲んでない人が一人。飲んでない人が一人。一人飲んでる人はわかった。嘘。え、飲んでことは飲んで。そうか。飲んでない人が当てる。ない人は当てる。うん、なんで、そうそうそう。いや、みんな飲んだよね。飲みましたよ。みんな飲みました。飲みました。ガチで飲みました。いやー、ちょっと怪しいなっていうのは、はい、あ、ありましたね。誰ですか、ちなみに。ジュリアンちゃんが、はい、あの口を拭く仕草をしたので、はい、あのダミーかなって思いました。あの、あえて本当に逆にね。そうなんだ。いや、あえてやったのかなみたいな。そうなんだね。ジュリアンちゃんはこう言ったのさ、うん、でも、あの、お二人は全く動かなかった、うん食って角度が。それで水ってどんどん傾けないと飲めないから、はいはいはい、そっか、楽しい。これ、ね、楽しいね。なんでなんだろうって思って。こっちも緊張する。え、わかんないね、どうする。待って待って、でも、そっか、お二人で意見を一致させないとポイントがあれですよね。そうなんですよ、もちろん一致させます、はい、どうする。え、どうする、どうする。でも信じようか、そのね、こうジュリアちゃんがさ、うん、こう全然相談していただいて、はい、どうぞどうぞ、はい、でも2人いる。いや、頑張ったよ、うん、頑張った。1人当てる、楽しい、これ、ね、じゃあ激楽しくない？激楽しい。やばいね、ニヤニヤしちゃう。ニヤ決めました。決めました。はい、ということで、じゃあお願いします。お願いします。飲んでいないのは、はい、ランジちゃん。おおお、ということで、じゃあ正解。飲んでない人、正解の人は、じゃあせーのって言ったら、あ、じゃあ全員で飲んで、はい、ちょっと待って、あの、じゃあ正解、正解は、じゃあせーのって言ったら、その人が入って手を挙げてください。はい、はい、ということで、じゃあ正解はせーの、はい。ポイント決めた。やっぱりそうか、そうだったか。ちょっとね、大げさすぎたかな、ちょっとね。やっぱり、わぁ、ありがとうございます。ということで、じゃあ夢アドが、騙された。夢アドが1ポイント、1ポイントいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあどんどん第2回戦に行きたいと思います。はい、ということで、2回戦目は、本当に電話しているのは誰だ。おー、はい、じゃあ説明させていただきますね。お願いします。はい、これから1人30秒携帯で電話をしてもらいます。ただし、はい、本当に電話しているのは1人のみ。その1人を見抜けるか、それとも騙せるか勝負したいと思います。ちなみにですね、あの、電話の相手はマネージャーさんに、はい、お電話したいなと思っております。ということで、相談させていただいてもいいですか。ぜひぜひ。はい、ちょっと目をつぶっていただいて。あ、そっか、あ、すいませんね。あ、じゃあ耳を塞ぎますね。じゃあ、はい、みんな、なんかどうしようか。え、どうしましょう。まあ、じゃあ、あれで、あれで、あれで、あ、よしよしよし、暗めにしとこうか。暗めにということで、じゃあ、あれで実はさっき決めてたんですよね。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、じゃあまず一人目はですね、ジュリアちゃんから、はい、ジュリアちゃん、ランジュちゃん、さやの順番で電話していきたいと思います。はい、はい、じゃあ電話してる人を今回は当てるって、さっきとちょっと逆パターンですね。ちょっと難しいのかな、ね、当てる方。本当に電話している人を当てていただきたいと思います。ということで、お願いします。はい、じゃあ電話しちゃいますね。はい、一人目でで。このさ、間がさ、ね、もしもし、今電話しております。もしもし、お疲れ様です。お疲れ様です。今本番中なんですけど本番中なんですけど、そうだよ、はい、まず本番中に、はい、あんま電話はしないですからね。どうですか、どんな感じですか、なんですか、あ、なあ
はい、あ、はい、あ、はい、うんうん、あ、はい、ありがとうございます。すいません、すいません、すいませんはい、はい、はい、失礼します。すいません、失礼します。はい、はい、はい、ということで1人目が終わりました、はい。まあ、30秒って言ったけど、まあ、なんとなくの感じで、まあまあまあ、はい、そうですよね。じゃあ次、ランジュちゃん、はい、お電話していただきたいと思います。全然マイクに声入れちゃって全然大丈夫です。うん、はい、お仕事中に電話もね、まずダメですよねラジオ中にラジオのケースにということで、じゃあお願いします。お願いします。あ、もしもし今何してますか？あ、ダーツしてないですか？誰か分かっちゃった。誰か分かった。今そう、ラジオ中で、はい、ダメなのよ、ラジオ中で。はい、じゃあ切りますね、すみません、失礼します。はい、はい、終わりましたね。はい、続いてはさやパイセン、はい、お願いします。テレフォンショッキングやんけ。あ、もしもし。あ、今ラジオ中なの、まあ、知ってますよね。そうですよね、マネージャーさんですもんねあ、そうです、そうです。何喋ろうかな。あんまもう喋ることないんですけど。あ、今日何食べましたあ、オムライス。あ、まあ、知ったとこで何もないんですけどすいません。あの、まあ、ラジオ頑張ります、引き続き。はいはいはい、ありがとうございます、失礼しまーすはい、はい、なるほどなるほど、分かったかも。分かった、うん、で本当にしている人を当てるので、なんか注意して聞いてたのは、うん、自分がマネージャーだったら会話のテンポがどういくかなっていうのを見てて、うん、あ、すごい、なるほどね、すごいすごい、うんうんうん、多分かけてない人は早くなるなって思ったら、私は分かった。やだ。あれ、これってあれだよね、あの、かかってる人一人だから、それ以外はかかってきてないってことね。そうです、はい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 、人。ちなみに誰ですか？ちなみにかけてる。あー、かけてる人。おっと、私は番組を見てる人もドット丸で予想してみてください。誰だと思いますか？え、なんか何なんかなとか。普通に全然みんなかけてるように見えちゃってあ、じゃあ演技力が高いってことだ。そういうこと。演技力高いですね確かにそのまあ本番中に電話するかで、イレギュラーのケースなんで、ちょっとテンポ感とかは普通より違うのかなと思ったんですけど、でも確かにマネージャーさんなら把握してるなとは思って、うん、あ、そうね、そうだよね、ちょっと迷ったけど、ね、まあ、ちなみにでもあの外側にマネージャーさんは皆さんいらっしゃるので、いる、はい、分かってらっしゃるんで、じゃあ、分かっちゃうような状況も分かってらっしゃる。でも誰に連絡してるかはね、ね、そうそうそう、さやちゃん多い、さやがかかってるってこと。そう、え、さやすごくない、はい、じゃあ答えをお願いします。お願いします、はい、じゃあ、はい、マネージャーさんと通話していたのはランジュちゃんです。おおっと、じゃあまたさっきの方式で、じゃあこれはまたせーのって言ったら、じゃあかかっ電話本当にしてた人が手を挙げていただきたいなと思います、はい、ということで正解はせーの、はい、ね、イエーイ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 。うそ、声、え、ありがとうございます。その前に声声量だいぶ抑えてましたよねそうね、なんかその正直マイクにもっと喋ってほしくて、うんうんうん、やばい、事故っちゃう事故っちゃうって心の中で思ってたんですよ、うん、もうちょっとこっちで喋ってとかだね。こう、なんかマネージャーさんって結構連絡取るじゃないですか、はいはいはい、そんな小さく喋るかなって思ってまあでもラジオ中っていうのもあったし、あ、なるほど、にいるので、いるから、マネージャーさんは、うん、まあ、ちょっと騙されまくりだな。いや、これは嬉しい。いや、ちょっと演技力すごい。いや、すごい。はい、3回戦目ですね、はい、3回戦目、はい、ラストです、はい、今のところは、夢あるが2ポイント、やばい、もう負けてる、0ポイントと、はい、負けてるよ。最終ポイントはなんか10ポイントとかにした方が面白いですかそうですね、そうですね、じゃあ10ポイントでいきたいと思います、はい、ということで第3回戦目は、歌詞を見ているのは誰だ。わーい、これはどういうことだろうね。じゃあ説明していきたいと思います。
これから夢&メンバー一人ずつがとある歌詞のサビを読んで、その歌詞のその歌詞の感想をコメントしていきたいと思います、はいはい。その中で転校少女さんのプロムナードの足跡の歌詞の感想を言ったのは誰かを当てていただきたいと思います。そうですね、そう、一人がその歌詞を見て感想を言って、うん、それ以外の二人は全く違う方の全く違う歌詞を見ております、はい、なるほど、ね、じゃあそれもね、ね、ね、決めていきたいと思いますので、はい、思います。こちらのね、あの目をつぶっていただいて、はい、ちなみに、はい、ちなみに皆さん、こちらのプロムナードの足跡の歌詞を皆さん検索して見てください、はい、それで、はい、歌点で検索お願いします、はい、3人のね、ちょっと照らし合わせて、じゃあ目つぶりますね、はい、お願いします、はい、何にする？え、オッケーオッケー、見られないようにしてね、オッケーオッケー、はい、はい、じゃあ今見て、はい、オッケーです。オッケーですか？はい、はい、はい、ということで、じゃあよーい、スタート、スタート。いや、なんか歌詞読んだ、うん、読みましたよ、読みました、今読んでるんだよ、ね、本番前にも、どう思った、どう思った、この歌詞について。え、私は結構前向きだな、うん、というか、なんかちょっとやっぱ聞いてて、うんうん、頑張ろうっていうか、なんかそうね、うんうん、思いましたね。なんかこの踏み出すんだっていうのがいいですよね、うんうん、確かにね、なんかさ、うん、歌詞がやっぱグッとくるよね、ね、うん、なんか ね、ちゃんと現実に向き合っていかなきゃみたいな、うん、さやね、グッとくる系のね、曲大好きなのよ、うん、はいはいはい、なんか落ち込んだ時とか前に向きたいとか進みたいって時に、うんうん、やっぱなんかこういう曲が刺さるんじゃないかなって思いますね、じゃないかなって思いますよね、なんかハッピーになれそうな、良いですね、ね、こっからやっぱり頑張ろうって、どうですか、どうですか、私たちからもうちょっと質問していいですか、はいはいはい、その歌詞は、はい、ちょっと情緒不安定だったりしますか？いや、うん、なんか自分の、うん、あ、時々ありそうだなっていう、 あ、うんうん、ありそう、どんなようなの、なんですかね、でも、え、私ばっか喋っていいんですかこれ、いや、ランジちゃんも喋ろう、ね、ランジちゃんも喋ろね、ちょっと、はい、なんかいいのかなと思って、ランジは、うん、うん、シンプルに、シンプルにっていうか、うん、僕っていうところがいいなって思いました、うん、なんか、うん、自分のこと僕っていうのいいなって、なんかアイドルさんって結構僕って使いますね、君とかね、そう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 、君とか僕とかさ、結構言うかなって思います。どうですか、やばい、さやしゃべってない、あ、さやちゃんはどんなところがグッと、でもなんか落ち込んだ時にこの言葉聞きたいなって思いました。あ、もうね、全部当てはまってるね、なるほどそうだな、じゃあ誰が怪しいですかね、もうさ、みんな読んでるよね、絶対ね、プロメラード絶対事前に読んできてるいや、そんなことないですよ、まあでもあれですよね、その、うん、それを見破れたあれが、うん、あの、そうです、騙し合いなんでね、そうですね、はい、ちょっともう自信ない、多分その、うん、プロムナードの足跡に入っている、はい、同じ歌詞が入っている曲を、そうだね、多分見られていると、はい、思うんで、あえて歌詞のことを言わなかったさやちゃんかなって私は思いました。あー、そうなんだ、さやが、が読んでない、あ、一人読んでる人は一人読んでる人がいて、その方を二人違う歌詞、そうですね、あ、だから、あえて歌詞を言わなかったさやちゃんかなって私は思いました。なるほどね、なるほど、ダメだ、もう全部、ランジュちゃんが怪しく見えてしまった、1回目も2回目も今のところね、あの、私の意見でランジュちゃんってずっと言っててで、ちょっと今回はさやかちゃんを信じようかなって、多分完全に下手くそなんだよね、下手くそなんだよね、純粋なんだろうな、ランジュちゃんで言っちゃう、え、自信ないよ、大丈夫、どうする、大丈夫、これは後で怒らない、怒らない、怪しいと思った、本当に、いいよ、じゃあ、あえてね、うん、はい、行きましょう、いいよ、いいの、いいよ、正解をお願いします、お願いします、プロムナードの歌詞を読んでるのはランジュちゃんで、おー、じゃあこちらもね、じゃあ正解の人は手を入ってあげていただきたいなと思います、い、はい、ということで正解はせーの、はい、イエーイ、イエーイ
危なかった危なかった。やっぱりそうだよ。僕って踏み出すって言ったじゃん。だから引っ掛けだったんだよ。ちなみに、私が読んでいたのは、遠山美玲さんの Dear My Boo です。私これめっちゃ聞く、ね、めっちゃいい曲。そうそうそう。ちなみに私は AKB48 さんのジワールデイズを見ていました。そうなんですよ。やっぱりな、なんか片手に隠してる感じがして、さやちゃんが合ってた。だってもうさやちゃん笑っちゃってるじゃんって言ってました。あれかと思って、なんかみんなの雰囲気を見て、はい、あの、うん、歌詞とかワードを探してるのかなって思って。あ、逆にもうね、ダメだ、こういうのはルノンに説明ないことにします。今後はもうルノンちゃんはランジ推しって書いてあるから。推し面決まりました。正直さやもそこまで考えるほど頭が回るのかな。ということで、じゃあ夢あるが3ポイントとなりましたので、はい、全敗だ。夢あるが勝利となりました。ありがとうございます。悔しい。ということで、なんかまた遊びに来ていただきたいなと。ぜひお願いします。楽しかったのでね、今度はぜひやっていただいて。はい、ぜひまたよろしくお願いします、はい、ということで、ここで転校少女さんと、はい、お別れになってしまいますが、最後に何か告知などありますか？はい、転校少女は今月末の12日に、はいはい、秋葉カルチャーズ劇場さんで定期公演を行います、はいはい、そして18日金曜日なんですけれども、うん、スペースオットさんの方で、はい、不定期公演を行ってまして、はい、これはメンバープロデュース公演で、いろんなね、はい、服を着たり、セトリもメンバーで決めたりしてて、結構ワクワクする感じにしてるので、はい、ぜひ注目してほしいんですけど、はい、他にもライブ日程や配信日程たくさんありまして、はい、ツイッターの、はい、公式の固定ツイートのところを見てもらえると一発でわかるので、はい、そちらの方をチェックしていただきたいです。そして、はいはい、そして今夜、はい、22時から、はい、転校少女のショールームをやっていて、はいはい、私個人配信を行います、はい、で、毎週、メンバーが日替わりで個人配信をしているんですけど、はい、今日のチェキのオンラインネットサイン会の申し込みが、はい、このあと21時までなので、はい、あと13分あるので、はい、今聞いてくださっている方、よかったらぜひね、チェックしていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、本日のゲスト、転校少女さんから松井さやかさん、小倉るのんさんです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ということで、もう早いもんで、エンディングのお時間となりましたが、今日のですね、ツイートですね、一番盛り上げてくださったリスナーさんを、決めさせていただきましたので、はい、名前を言いたいと思います。お願いします。今日盛り上げてくださった方は、ロストマンさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ナンバーワンリスナーさんですね、今日の。本当ですね、ありがとうございます。ということで、ロストマンさんにはメンバー全員のサイン付きチェキを送らせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ちょっとバタバタになってしまいましたが、本日はね、コーナー2つとも新コーナーでやらさせていただきましたが、はい、どうでしたか？どうでしたか？楽しかった。ね、楽しかったな。こっちがシンプルに楽しんじゃって、楽しかった。ゲストの方々にもぜひなんかやってもらいたいなって、ね、そうだね。さやも個人的に人狼ゲームとかそういうのが大好きなので、なんかすごいワクワクしたなって、ワクワクしたね、思いました。ということで、まあ、告知はですね、今はリリースイベント中なので、ぜひ夢宿のホームページを検索していただきたいなと思います。はい、はいはい、次回の放送は10月7日水曜日20時からの放送となっておりますので、はい、ぜひ来月もよろしくお願いします。はい、ということで、ラストに、転校少女さんの曲を、流させていただきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。はい、先ほどさやちゃんが歌詞を見てくださったと思うんですけれども、はい、この曲は転校少女の YouTube の検索ランキングで1位になった楽曲です。はい、メンバーが、脚本から、コンテからすべて自分たちでプロデュースしたミュージックビデオも作った楽曲なので、ぜひ聴いてください。それでは、転校少女でプロムナードの足跡。ありがとうございます。